昨日の暖かい春の陽気から一転し、今日の道内は冬に戻ったような寒さとなっていて、雨や雪も降っています。札幌市内、現在気温は4度となっていて、冷たく強い風が吹きつけています。今日、札幌の日中の予想最高気温は5度と、昨日との気温差は17度となる見込みです。低気圧が北海道の近くを通過し、上空に寒気が流れ込んでいる影響で、道内は冬に戻ったような寒さになっています。また、道内全域で強い風が吹いていて、札幌の最大瞬間風速は 19.5 メートルとなっています。一気に秋とか冬に戻ったような感じですね。今日はもう寒くて、手袋してきたらよかったかなと。こんだけ違うとね、とっても調子が悪くなりそうで。また道東を中心にすでに雪が降っているところもあり、札幌でも一時的に冷たい雨が降る予想となっています。